特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまのひとりごと。忍者ブラック、ジライアを語ろう。どうもゆうちゃまです。ジライアはね、最初すごい片言だったんですけど、少しずつ日本語が流暢になっていたのが印象的でしたね。序盤ってそこまでセリフって多くなかったんですけど、だんだん難しい日本語や長ゼリフも増えてきて、ケインさんの成長を感じられてよかったですね。もうね、すごいですよね、こう海外から日本に来て。ジライアといえばやっぱりアクションがすごかったですよね。こんなに動けますって驚きましたよ。普通の一般の人が動けるこう動きじゃないというか、動ける人ってもう見てるだけですごい満足感なんですよね。アクションがね本当に綺麗。お父さんの小小杉さんとの戦いもかっこよかったですね。フィクションなんですけど親子の本気の戦いみたいで、なんかねそれ見てる時は戦隊じゃなくてアクション映画を見てるようなそんな気分になりました。あれこれ本当に戦隊の30分番組見てるのかなみたいな。でジライアの中で好きなエピソードはもうガリ師匠との戦いですね。もうガリ師匠との戦いはねもう熱かったですね。本当にあのアクションすごかったのでもう見逃せない。戦隊好きじゃない人も見てほしいぐらい圧巻の、目に焼き付くくらいのアクションシーンでした。ジライアは隠れんメンバーの中でアメリカンキャラっていうのもあってすごくポップな立ち位置で良かったと思います。ゆうちゃまでした。仮面ライダーとかウルトラマンにも出られてて、本当にね三大特撮を制覇されたすごいケインさんなのかなと思います。かっこいい。バイバイ。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。